先生の発言や曲の歌詞でよく周りに合わせなくていいんだよとか、人の真似なんかしなくていいんだよとか、そういう類の言葉を意味しますが、合わせたり真似するのってそんなに悪いことだと思いません。しかし通学路で歩きタバコをしたり、人を振り回したあげく、私は私だからとわけわかんないこと言ったり、ガの貫き方を間違えてある人も時々、人に合わせる真似をするという行為についてご意見お願いします。学ぶという字はもともと真似をするというところから来ているような話もあって、なので、物を覚えるとか学習するっていうのは基本真似をすることなんですよね。なので、真似をするというのは超絶重要なんですけど、ただオリジナリティがないのが良くないよねっていうところと、自分がやってることは正しいという言い訳として、オリジナルである画を通すみたいなので言うって頭の悪い人がいるっていうのを多分ごっちゃにしちゃってると思うんですよね。画を通すというのは、何かその集団のルールを破った時に使うことではなく、作られた作品だったり成果だったりとかがオリジナル、紡ぎ出した言葉だったり歌だったり歌詞だったり小説だったり漫画だったり絵だったりっていうものがオリジナリティがあるっていうところが、多分画の貫き方としての価値のあるところで、それなんだろうな、真似をした方がいいよねっていうのと、オリジナリティがあった方がいいよねっていうところのジャンルを間違えてる人多いんじゃないかなと思いますけど、すいません、本当もちょっと忙しいところ申し訳ないですけど、チャンネル登録してもらえるとありがたいんですけど、難しいですかね。